アイマイナス115アイサ、アイマイナス115は、1956年から、スペイン空軍に収益した、単発低翼単位タンデム複座の軍用練習機である。1976年に退役した後は、多くの機体が民間へ売却された。アイサ、アイマイナス115は、1951年に、初飛行を行った。 並列複座の単発民間機の I-11 から開発された軍用機型であった。I-11 はイベラビア社によって設計されたが、後にイベラビア社が i イサにより買収されたため i イサによって製造された。I-115 は I-11 の量産型である I-11B からオリン式の降着装置を受け継いでいたが、スペイン空軍が 練習機には、タンデム配置の座席を保持したので、胴体と主翼が延長され、多少重量が増加していた。これらの変更のためにより強力な出力が要求されたために、I-115 は 112kW のエンマティグレ、直列倒立エンジンを装備した。I-11 と同様に、I-115 は全木製構造で、 ハフで覆われたエルロンとフラップ以外のほとんどの機体表面は合板で覆われていた。低翼でテーパーのついた翼端が四角の直線翼の主翼は2本の桁を持ち、表面に合板が貼られており、植え替えリズムは6王であった。エルロンは独立して操作が可能であり、スロッテッドフラップが下げ位置の場合は垂れ下がった。垂直尾翼は、 ほぼ長方形でバランス取りされた方向打を備えていた。水平尾翼は先細り形でトラムタブ付けの昇降打を備えていた。胴体は木製のモノコック構造でタンデム式のコックピットは訓練成績と共感石が独立してスライドして開く透明のキャノピーで覆われていた。前後席には操縦装置とケーキを各おの備え。 盲目飛行用の設備が用意されていた。降着装置は固定式で主脚の短車輪は露出しており、主車輪にはブレーキを、オ輪リンには操打装置を備えていた。試作初号機は1952年6月20日に初飛行を行った。約200機の I-115 がスペイン空軍に納入されたが、1956年春までに150機が、 納入されその時点でさらに150機が発注された。当初これらの機体は基本練習を表す E6 という名称が付けられたが、この分類が廃止されると I-115 は練習機を表す e 9となった。e 9は1956年から1976年まで収益していた。長い収益期間にもかかわらず、 スピンに入りやすい傾向と、過大な重量に対する批判があり、非公式のダニというあだ名が EQ に登場して離陸する乗員の印象を表していた。ほとんどの EQ は、ティグルエンジンを装備していたが、後期の方の中には 145HP のデハビランドジプシーメジャーや 190HP のライカミングをマイナス 435A を装備した機体もあった。 多くの I-115 が軍務から退役した後で民間に売却され、2009年5月の時点でまだ7機がクラブや保存団体の所有で有効なスペインの民間登録記号を付けている。ブリッジメン 1956P211 ありがとうございます。